はい、よろしくお願いします、はい、6月2日金曜日、参議院本会議前の、議員総会でございます。はい、よろしくお願いします。はい、本日もよろしくお願いいたします。本日の本会議ですね、所要時間が定かになっておりませんが、多分2時間近くなると思います。はい、まずはじめにですね、法務委員長杉久武先生の解任決議案が昨日立憲民主党から出ました。これは本来であれば昨日ですね、法務委員会で入管法改正案の採決が行われる予定だったらしいんですが、まあ、立憲民主党や共産党の多分反対にあって採決まで持ち込めず、その前に解任決議案が提出されたということで、今日の議量案件からはなくなりました。そして解任決議案を今日趣旨説明牧山先生がして、その後討論、自民党が反対、そして立憲共産が賛成の討論が入ります。討論が終わった後ですね、これは記名投票で採決になりますので、我が会派は反対で報告してありますので、反対票、正票ですね、青色票、はい、これをもって登壇お願いいたします。で、入管法改正案については今後の流れとして、来週13日の火曜日に法務委員会が開かれて、14日の水曜日本会議に一応上がる予定、上がるであろうというふうに言われております。はい、一応この解任決議案の提出された理由はですね、入管法をめぐって、まあ、いや反対していると。で、反対の理由がですね、野党側の意見を完全に無視し、審議時間も内容も不十分、与野党間の合意もないまま強行を採決を強行をしようとしていると。そのいわゆる委員会運営について問題であるということで、委員長の会議決案を提出しましたというのが提出理由になっております。まずこれが会議決案が一番最初に行われます。で、その後ですね、議量案件3件入っております。まず震災復興からですね、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案、これについては我が会派賛成ですので、起立をお願いいたします。続いて、地方創生デジタル社会形成等に関する特別委員会から、いわゆるマイナンバー法の改正案ですね、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案の一部改正する法律案、こちらもまず採決の前にですね、討論が入ってまいります。立民が反対、維新が賛成、共産が反対、民主が賛成の順で討論が入ります。討論が終わった後採決になりますが、こちらも賛成でございますので起立をお願いいたします。はい、そして最後に、これは、議員立法ですね、令和5年3月の予備費使用、令和5年度予算に関わる、いわゆる子育て関連給付金に関わる差し押さえ禁止等に関する法律案、こちらも賛成ですので起立をお願いいたします。以上が、本日の本会議の内容です。続いて、来週の月曜日なんですが、先ほど議運が開かれているので多分決まったのではないかとは思いますが、結果はまだ受けておりませんけれども、5日月曜日、デジタル社会形成基本法の趣旨説明と質疑を自民党側が開いて、協議したいというふうに案が出ておりますので、多分月曜日本会議に入るんじゃないのかなというふうに思っております。例えば本会議開かれたとしても月曜日の議量案件は入ってきません。質疑、趣旨説明と質疑だけですね。それから、まあ、もう6月に入りましたので、6月21日水曜日がいわゆる国会の閉会ですが、果たして、閉会延長説明が終わるのかどうかというのはまだ全く分かりません。ただ、内閣提出法案のいわゆる閣法ですね、これちょっと私もこう確認しましたけども、あと残り11本あるんですね、閣法が。そして条約が4本まだ残されております。これを全部通すとなると21日の閉会までに終わすというのは極めて時間的に厳しくなるのかなと。もし閉会通りに、予定通りに終わすとなると、いくつかの閣法は継続審議するのかどうか、まあ、いずれにしろ、延長の話は一切出ておりませんが、延長の可能性もどうなのかなという感じはしてきました。延長になるとしたら どのぐらいの、はい、それで延長になるとすると、まず21日水曜日が閉会なんですけども、
23日の金曜日が沖縄慰霊の日の式典が入るんですね。この沖縄慰霊の式典はもちろんあの総理それから関係大臣とかが出席しますので、多分これあの今までの流れとしてスケジュール的には10日ぐらいになるんじゃないかと。なるほど、もしももしもですね、はい、で、何とも言えませんが、なるほど、はい、まあ、以上です私からは。はい、あの会期延長はね、あの会期末になるといつも野党が、延長を目指して求めるんで、まあ、自民党としてはそれやってくれたら、はい、じゃあそうしましょうというのか、まあ、逆に、ね、野党側としてはね、あの、はい、日程期限満了で廃案に追い込むっていうのも、まあ、目的の一つなんで、はい、はい、失礼します。はい、まあ、あのそういうことも、まあ、ちょっとあのいろいろと交渉があるんだろうと思います。はい、で、そうですね、あの法務委員長の解任決議案は、あの、はい、まあ、今回の、ね、法務委員会で、入管法改正案の審議なんですけれど、まあ、審議時間が不十分かというと、まあ、そうも感じませんし、あの多分参議院の法務委員会でも参考人質疑2回やってると、まあ、聞いております。ということで、まあ、あと、ね、あの委員長も、現地の視察も行かれているという報告も受けておりますので、まあ、今回の解任決議案はあの、まあ、あの賛成する理由はありませんので、まあ、反対とします。はい、まあ、あのそうですね、杉久武さんですかね。はい、はいはいはい、ああ、そう、そうですね。はい、そうです。すみません、あの読み間違えました。失礼いたしました。確かにそうも読めます。あの、法務委員長、申し訳ございませんでした。はい、まあ、あとは、はい、賛成ですね。はい、あのマイナンバー法については、まあ、減税会の方で調査をいただきました。まあ、結構あの反対する理由も多々あるかなと、まあ、思ってはいたんですけれど、うん、はい、まあ、あの、まあ、委員会で結構いろいろと、まあ、問題が、まあ、取り上げられて、まあ、政府の方もそれに対して、しっかりと取り組むという答弁されておりましたので、まあ、今回賛成の方針でございます。はい、私からは以上です。はい、はい、私からも大丈夫です。はい、じゃあ、はい、よろしいでしょうか。はい、ということで、本日の、議員総会は終了となります。この後午前10時から、参議院本会議が、あります。というわけで、今回も動画ご視聴いただきましてありがとうございました。はい、NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。はい、サンキュー、ありがとうございました。文系でございました。ありがとうございました。はい。